アリスギアアイリス CS。 オプション。ソロプレイモード。21世紀末、人類は突如謎の機械生命体バイスの襲撃を受け、地球脱出を余儀なくされた。月を分割した宇宙船ムーンシャードで銀河を半世紀逃亡中、全能人工知能アリスはエミッションを発見。エミッションによって得られる高次元エネルギーを利用したギアと、エミッション能力を持つアクトレスと呼ばれる少女たちにより、バイスとの戦況は一変。拮抗した戦力による平和がもたらされた。それから3世紀、東京シャードの防衛を担うイージスは民営化が進み、多くの私企業によるアクトレス産業が活発化していた。その一つ、ナルコ坂製作所でアクトレスたちの隊長を務めていたあなたは、数々の実績により東京シャードアクトレス事業者連合、通称アライアンスの総指揮官となっていた。そんなある日、監督官庁であるイージスからアクトレス同士による模擬戦闘シミュレーションシステム CS 実証実験への協力要請が届いた。あの、CS システムってどうなんですかね？ああ、アクトレス同士のチーム格ゲー？格ゲーってあなたね。3人チームの模擬戦、戦闘シミュレーションシステムでしょ？だから、要するにイージス兵器開発局が作ったバトルゲーみたいなもんでしょ？なんとなく雰囲気はわかりました。その試験運用を兼ねたトーナメントに出るんですよね、私たち。 CS プレ大会ね。将来的には競技化を目指すらしいわ。優勝チームにはイージス開発の新型ギアの優先配備、おまけに賞金もガッポガッポ。出ないわけがない。すごいっすね。CS システム正式稼働後のイメージアクトレスに起用されるから、その契約金ってことらしいけど。もらっちまえばこっちのもんだ。取らぬタヌキの皮算よ。アライアンス各社に要請が行っているから、どんな強敵が出てくるかわからないわよ。でもどうせ目指すなら優勝ですよね。だね。ナルコ坂ここにありってのを見せつけてやらねばな。ですね。毎日特訓しましょう。おう、まあ頑張りたまえ、四つ湯くん。試験運用の期間は1ヶ月、トーナメントは中継されるみたいだから、みっともないところは見せられないわ。なん、しゃあない、やったるか。頑張りましょう。隊長、大会が近づいてきましたね。平坂四つ湯、鳴子坂の代表として頑張ります。
私はまだ鳴子坂にも入ったばかりで、アクトレスの経験も少ないですけど、大会にエントリーできて嬉しいです。とっても楽しみにしていたので。いつも一緒に戦っている皆さんと対戦することで見えてくることがあるのかなって。だからこの戦いを通していろんなことを学ぼうと思います。それに楓さんたちも出るって聞きましたし、今の私の腕がどこまで通用するのかなっていうのも気になるじゃないですか。学校の友達や町の人にも頑張れって応援してもらいましたので、負けられませんね。私の実力がどこまで通じるかは分かりませんけど、設楽さんや文香さんに迷惑をかけないよう精一杯頑張ります。目指すは優勝ですね。気合いっすよ。その息だよ、つゆちゃん。機嫌万丈、頼りにしてるわね。うわぁ、お二人とも見てたんですか。よつゆちゃんのやる気が伝わって、こっちも力がみなぎってきたよ。優勝を目標に頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。隊長、精一杯頑張るので私たちの姿を見ててくださいね。応援よろしくお願いします。私たちも行きましょう。タイミングは合わせるぜ。フォローは任せて。当たりすぎてる。気をつけないと。すみません。狙い撃つぜ。このままで平坂よつゆぶっちぎっていきます。ご指名いただきましたなんてね。対戦ありがとうございました。
行きます。ついてきてください。相手にとって不足はない。させるか。当たれ。はっ。これでどうだ。とどめ。こなす。いっけー。これでまだある。当たれ。いっけー。みなぎる。力がみなぎる。お願い。この速さなら。はっ。とどめ。これでどうだ。消えろ。こんなだから。やった。私たちの勝ちですね。行きます。ついてきてください。チームのみんなと協力して頑張るぞ。これでどうだ。ほど。いっけー。力がみなぎる。これでどう。これでどうだ。さっさと片付けるの。当てる。これでどうだ。いっけー。なんでよ。いっけー。力がみなぎる。これでどうだ。あ、私がこんなとこで。対戦ありがとうございました。気合だけは誰にも負けません。負けませんよ。気合い入れていきましょう。フォローは任せたまえ。あまり気負いすぎない。仕事がみなぎる。とどめ。これでどうだ。はっ。とどめ。とこうすれば大丈夫って。これでどうだ。まだまだ。とどめ。こうかな。これでどうだ。いっけー。力がみなぎる。これでどうだ。とどめ。てめ。あとはお願いだ。任せとる。すみません。私に任せて。いただきます。そこ。もうそこ。無駄で逃がさない。そこ。まあ行くじゃん。あとは私に任せなさい。ぬるいのよ。力で叩き捨てる。あまり見ないで。ここはお願い。ダメダメダメ。でーいこ。とよっ。やるわね。動きが単調。くらえ。ここだ。もらった。力が溢れそうだぜ。くらえ。ほわ。まずい。くらえ。くらえ。のらか。力が溢れそうだね。ごめんなさい。あどう。あがてどれ。ごめんち。下がる。私に任せて。やめなさい。悪い流れね。雑誌を死にはしない。一気に決めるわ。甘く見なくて。ぬるいのよ。力で叩き伏せないで。ここはお願い。行くよ。とどめ。
あとは私に任せる。体勢を立て直します。すみません、狙い撃つで。次は狙えたら力を尽くします。ゲイジュン。まだ諦めちゃダメですね。ゲイゲイ。あとは僕じゃないか。ごめんち、私に任せて。行きます。その土産だ。遠慮しないで全部持ってけ。設楽さん、富田さん、勝ちましたよ。次もこんな感じで行きたいね。よちゆさん、いい動きだったわよ。練習になりました。よつゆちゃん、お疲れ様。一回戦の相手はバーベナだってさ。いきなり鳴子坂の仲間とですか。けど楽しみですね。大会規模的にこういう事態は想定していたけど、まさか初戦から当たるなんて。せやな。しかもあの3人かなり気合入ってたし、彩香ちゃんはいつものことだけど、むつみちゃんもこういう時忖度はしないタイプだぜ。彩香ちゃんはそんな2人をしっかりサポートしそうですよね。彩香ちゃんと彩香ちゃんのアクトレス歴は私よりも長いですし。ええ、若くても元大手の村雲工業所属、そこに所属していたポテンシャルは秘めているわ。それに訓練や戦闘にも積極的に参加しているし。うん、油断したら負けちゃうかも。でも私だって設楽さんや文香さんに鍛えられていますし、お仕事もしっかりこなせてると思います。負けませんよ。別に鍛えてあげているつもりはないけれどね。だね。え、よつゆちゃんは率先して自主練とかもするしさ、あんまり先輩らしいことをしてあげてない気がするなーって。いえいえ、そんなことないですよ。設楽さんにはいろいろ教えてもらってます。今一瞬だけ間があった気がする。自分から行動するのはよつゆさんの美点よね。そうですかね。ちょっとつ盲信すぎるところもあるけど。それも美点にしちゃダメですかね。遅刻がなくなるようならそうしてあげてもいいかしら。気をつけます。とはいえ私はこのチームにいたから成長できたって思っていますから、一回戦はいつも通り気合い入れて乗り越えますよ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ダイヨロです。ふふん、私たちを相手にして逃げずに来たことは褒めてあげる。でも勝つのは私たち。よつゆさんたちには引き立て役として働いてくれることを期待しているわ。あやかちゃんすごいやる気っすね。でも気持ちなら私だって負けませんよ。どっちの気合が強いか勝負です。よくしていただいてる分働かないと。私の晴れ舞台にしては地味だけど。まあ、戦いの火蓋が今切って落とされました。初戦を制するのはどっちのチームか。これでどうだ。
これで最後とどめ。無理です。いっけー。力がみなぎるとどめ。諦めたぞ。いっけー。力がみなぎるとどめ。これでどうだ。とどめ。交代入るの反応ゲイトヨゲイ遠慮しないよ。ここだもらった。もらった。力が溢れそうだぜ。ここだは残り1名。ごめん、ごめん。このままを私に任せて。私に任せて。もっと。そこ、もう。無駄よ。そこ、もう。甘く見ないで。ぬるいのよ。力で叩き伏せる。行きなさい。ここは終わり。ここはお願い。当たれ。このまま押していきましょう。無駄よ。自分の見上げだ。大きな一撃。設楽さん、富田さん、勝ちましたよ。次もこんな感じで行きたいね。よつゆさん、いい動きだったわよ。やった。まずは一回戦突破ですね。やったね。バーベナのみんなもお疲れ様。私たちが負けるなんて。体当たりでした。悔しいね。あやかちゃん、むつみちゃん、あの、今日は皆さんと対戦できてよかったです。鳴子坂には心強い味方がいる。改めてそれを感じました。だよね。バーベナがいれば鳴子坂も安泰、そう思える試合だったよ。これなら将来私も左内輪で過ごせそうだ。そうね。設楽がいなくなっても穴を埋めてもらえそうだわ。なんで私が去ることになってる。働かざる者食うべからず、当然よ。あやかちゃん、愛香ちゃん、むつみちゃん、今日はありがとうございました。これからも一緒に頑張りましょうね。今日のところは勝ちを譲ってあげる。でも私たちに勝った以上、優勝以外は許さないから。それは同意だね。皆さん頑張ってください。はい。
ショップ。
四つ湯ぶっちぎっていきます。相手にとって不足はないかな。これでそうだ。攻めるのも見えるか。シュートシュート行きます。力がみなぎる。まだまだトラオさせるか。トッシュブラボ、これでどうだ。トラオフォックス、これでどうだ。完成だね。トッシュ開ける。平坂よつゆぶっちぎっていきます。全力でお相手いたします。させない。これでどうだ。残弾を見誤るとは。そんな、これでどうだ。たまぎれ。とどめ。いきます。力がみなぎる。とどめ。いざ。とどめ。離脱します。やりましたね。勝ちました。だけは誰にも負けません。今の私の実力出し切ってみせる。とどめ。これでどうだ。ちょっ、行きます。力がみなぎる。させるか。ここを狙う。無駄です。とどめ。これでどうだ。ここからが腕の見せ所。これでどうだ。ごめん。対戦ありがとうございました。ショップ、ショップ、
平坂四つ湯ぶっちぎっていきます。皆さん準備はいいですか。気合い入れていきましょう。これでどうあまり強いすぎない。ぴょんぴょんぴょん、甘い甘い、一丁上がり、よしブレイク、これでどうだ。させるか、とどめ、これでどうだ。すいません、次の相手はエンパイア中野。なんというか個性的な方が多いチームですよね。エコダのアイドルトウカさんに、ラップが得意な弥生さん、そして鳴子坂から出向していたユミさん。やはり特に注意しないといけないのはユミさんでしょうね。中野に出向する前は私やシタラと組んでいたから、戦い方は熟知しているし腕も確か。
でも、フミカさんやシタラさんだってユミさんの戦い方はよく知っているわけですよね。ま、そうだね。じゃあお合い子です。ユミさん対策を練ればきっと大丈夫ですよ。ヨウヨウ、来たな、ワークのメンバー。見せるトップのナンバー。勝つのは私ら中野だよ。もうやよい、そんな挑発しちゃダメだぞ。ナルコ坂の皆さん、今日はよろしくお願いします。トウカちゃんの魅力をたくさん見せちゃいますからね。あんたらテンション高すぎよ。後が疲れてるんだからさっさと戦いましょう。ええ、そうですね。ん、よつゆちゃん、何してんの？精神を集中して気合を入れ直しています。気合でも負けられないですからね。そうね、大事な気持ちを忘れていたわ。よし、準備万端です。戦いを始めましょう。行きます。ついてきてください。トウカちゃんに任せてくれれば大丈夫なんだぞ。私たちも行きましょう。タイミングは合わせて。フォローを任せて。さっさと片付けるわよ。止まる。これでどうだ。行きます。力がみなぎる。これでどうだ。なんでよ。とどめ、やってらんないよ。ウィングザピーチ、止まってんよ。はっ、はっ、ナイスアーク。これでどうだ。とどめ、いきまいよ。力がみなぎる。とどめ、はいはい。これでどうだ。チェカー、カバー、キャッチ。そのぎれ、気になる生え際を押さえ上げるまではまだまだ。当てる。とどめ、すっごい。これでどうだ。耐える。させるか。すみません、狙い撃ちで動きが単調。よし、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 やったやった。ごめん、チェッカー。私に任せて。トウカちゃんにお任せ。いや、強烈な一撃。あー、どうぞ。しつこい。しつこい。準備できてます。甘く見ないで。逃がさない。遅いのよ。なんでよ。甘く見ないで。やよい、弾切れなんて。これで持たない。さっさと片付けるわよ。甘く見ないで。甘く見ないで。こんな、ここはお願いだ。やだ、やだ、よっ、はいはい、よっ、かな、よっ、やっ、バーガー、よっ。主人は残り1名。ごめん、このまま締め切れれば、行きます。これでどう？開ける。こんな感じで行きたいね。よつゆさん、いい動きだったわよ。やりました。
乾杯ね。夢破れ、クール疲れ、つかみ損ねたドリーム、今日は寝るよスリープ。くんぬんぬん、優勝してトップアイドルの道を切り開くはずだったのに。次はトーカちゃんの魅力をこれでもかってほど見せてやるわ。望むところです。いつでも受けて立ちます。それに中野の皆さんの戦い方、とっても勉強になりましたし、またぜひ戦わせてください。景品が出るんだったらまた戦ってもいいけど、四つ井は次の決勝戦を考えた方がいいんじゃない？あ、ですね。次の決勝に向けて気合を入れないと。というわけで次の相手だけど、まあ、あの人たちだよね。楓さんたちっすね。気を引き締めていきましょう。